アイナです。ミヨノです。アイミヨです。はい、今日は身体測定、イエーイ。はい、イエーイなのか、これはちょっと嫌なかもしれないけど、今日は身体測定をしていきたいと思います。よく体重とか身長教えてくださいってくるんで、ちょっと最近のね、体重とか身長事情について、はい、皆さんにお見せします。じゃあまず身長から測っていきます。はい、レッツゴー。身長どう思いますか？どっちから測る？じゃあアイナから測ります。はい、予想は148ぐらい。おお、だね。前までっていうか、今まで知ってる最新の身長は148なので、伸びてるか。伸びてたい。伸びてないかも。伸びたい。頑張って。頑張ります。じゃあ測っていきます。じゃあミオがやります。測っていきます。かかとちゃんとつけてね。つけてます。下に洗わないようにしてね。なんでシャウテルシャガもまだやってるから。もう、あいな、キスされそう。オッケー、オッケー、オッケー。148.8 ぐらいです。おお、8ミリ。 0.8 ミリ伸びました。 0.8 センチ。 0.8 センチだ。伸びました。イエーイ、伸びたね。結構伸びたからやって。ミヤの方が高い気がする。ここ予想は149。高いもんね、ミヤの方が1センチ。はい、お、149.11。 イエーイ、あんま伸びてないかも。じゃあ1センチ差ぐらいかな、2人とも。いや、アイナだって148.8。変わらんかな。お、1センチもないです、差が。まあ、これから伸びるんで、だから成長期ままで、はい、はい、これから伸びるように頑張ります。150以上いきたいです。絶対それはいこう。ね、将来的に170センチ欲しいから。おお、一番怖い体重になります。でもさ、服着て、あ、いつもあの真っ裸で測るから、今日はちょっと服着てるね、重いかもしれない。どっちからかな。最初はグーでポイ、アクショ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 。負けたから見るから。ちなみにアイナの方が太っています、多分。はい、まあ、お姉ちゃんだけど。でもさ、朝ごはんの量とかによるよね。アイス食べたし、チョコのクリス食べた。でもミオがでっかいアイス食べたよ。バナナなんだよ。では測っていきます。予想は、服が1キロあるよね、これ。まず3キロある。2、3キロある。3キロマイナス、まず1キロでいい。500g。 1キロ減らすことにしようかな。 500g じゃない、軽いめじゃん、この質感。1キロ減らすとしたら、 500g 減らそう。 500g 減らすとしたら、予想34ちょうど。34kg ぐらいだと思います。の、お家で食べ歩きをしたの。1万円大食い企画やったから、それはないよね。やばいよね。いきます。電源入れて。映ってる下。うん、もうなかった。あ、乗ったらなるタイプかも、これ。おおおおです。 500g 減らすとしたら 33.1。 痩せた。あ、でもまだ昼ごはん食べてないからみたいな。 33.1kg です。おお、絶対ミオの分取ってる。あ、さっきあそこでピノ食べたもんね。133。ミオはまず 500g 減らす予想、減らした時点の予想、うん、33.5。 いや、アニより低いから。いや、絶対なんかさ、そういうこと言わないで。プレッシャー、絶対ミオの太いもん。今日めっちゃ食べたもん。あいつクソでかいもん。ちょうど33、ちょうどね。1g だけ。 1g? 100g? 100g か。で、100g さ、おかしいよ。 0.8mm とかそれ 0.08cm だったの。でもこれは多分ね、あの、アイナが1個アイスとか食べたりしんの、ん、ミオが1個なんか 100g のもの食べたりしんのに、うん、あの、今トイレしたかとかもあるよね、関係ある。はい、はい、じゃあ次ウエスト測っていくよ。ウエストじゃあメジャー持ってきます。細いところでお願いします。くびれの場所ってこと。待って、この辺だよ。ちょっとぽっちゃり。へこましてない。へこましてない。やばい。55ぐらい。55です。イエーイ、勝ちたい。はい、次ということで、ミオナさんのウエストを測っていきたいと思います。
ここら辺か。くびれらへんにしてんの。55じゃね、うん、え、一緒？一緒ですわ。はい、アイナさんと一緒でした。さすが双子打ちなんて。結果は2人とも55センチ。続いては手の大きさ。どういうこと？絶対見ログで感じじゃん。でかくない？手比べしよう、まず。はい、まずこことここをね、目の部分。ほら、爪の長さもある。目ってさ、手でかいんだよ。爪でかい。ここですね。こっから 16.5 ぐらい。おお。 16.5 です。おっきいんかな。あとで調べてみよう。ここの辺16ちょうどぐらい。おお、 0.5センチ違いますか。はい。二の腕ってここなんだ。待ってね、こっちで。19ぐらい。おお。おお。あ、この人も19ぐらい。でもちょっとアイナより太いかも。19.2 ぐらい。まあ、ほぼ一緒。ここら辺。お、35。ここら辺。35センチ。おお。ほらね。35。一緒でした。やばい、双子って体型一緒なの。こういうもので一緒。イエーイイエーイ。ピュンピュンピュン。え、21？ え、靴のサイズ24なんだけど。どこ、ここ？21？ 足のサイズ自体がってこと。靴は25だけどみたいな。21です。21.5 ぐらい。え、ちっちゃくない足。靴のサイズに、靴のサイズ24なんですよ。21絶対入らんよ。足のやったやつとかに無理ない。あ、潔癖症でだ。18ぐらいじゃない。18センチぐらいです。イエーイ。じゃあ、ミオはこれがちっちゃいの。これ多分3センチぐらい。でかい。何センチ？ 19.5 ぐらい。おもながなのぐらいの方が確かに。検証結果、あいみょんは天使。ちげえ。双子は体型が一緒なの。一緒だった。ほぼイエイ。ということで、はい、みんなもね、気になってたと思うんですけど、これがあいみょんの事実です。そうなんですよ。はい、ということで、この動画が面白いな、可愛いな、あいみょん天使だなと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。